2月の小倉大商店で重賞を初制覇したエピファニー、オスゴ、宮田、が大阪杯・ G1、芝2000メートル、31日イコール半身を目標にする、8日、所有するシルクホースクラブが公式サイトで発表した、エピファネイア3区のドーマは、4度目の重賞挑戦となった小倉大商店で待望のタイトルを獲得、現在は福島県の農山ファーム天栄に放牧中で、 気球に備えて反路で乗り込みを進めている。参戦となれば G1 は初挑戦になる。